はいどうも、妖怪三国志国と領図今回もやっていきます。今回でね、今回というか今日でね、2周年キャンペーンが最後になり、最終日になりますんでね、新規で始める方いろいろもらえて始めるのが今日で最後なので、今日中にね始めるといろいろスタミナとかもらえてコインとかもらえてね始められるので、キャンペーンね良かったけどね、終わったらどうなっちゃうんでしょうっていう感じだけど、はいね。ということで、まあ今回はね、2周年記念群馬新会社ね、まあ実際にはね10日の4時59分なんだけど、まあいわゆる今日がラストデーということなんで、まあ小生の出現率2倍なんでね、まあ孫作会社よりは一応当たりやすいってことなんだけど、まあどうだろうね。そして鬼キングさん後半戦ね、もうすぐ金貨アップが来ると思うので、まあそこが来たらねチャージしたいなと思っております。はい、というわけでね、このチャンネルは、お、金が出た、やったー、妖怪三国志国と領図のね、プレイ動画攻略動画をほぼほぼ毎日更新しておりましてね、よろしければチャンネル登録お願いします。ということで、ガシャやります。その前に鬼キング超限界突破しようかな。あ、ミニが 5% 足りないですね。ちょっと私万全を期したいので、ちょっとガシャの前にね、ごめんなさいね。超限界突破ね、これが10万で交換できるのでやっていきましょう。これで、いやー、ミニもあるのはいいよな。よいしょ、これでね超限界突破1いきましたね。まあ何度も言ってるけどね、まあ水単体で国取りのね、効果 50% ね、軍港アップがあるんで、まあ10トとしたらだけどね、9トとで 40% とかかな、あ、45% とかかな、まあ、とつるごとに上がってくるので、まあ、次のね、イベントのポイントアップとかでもあるので、まあ、皆さん、超1はね、最低でもしていいのかなと思います。自分は一応、超3トツ目指すので、あと5冊ですね。そのうち1冊はミーなんで、あと4冊ということで、あと4冊だから、報酬はね、できたら、まあ前回ちょっと500位なんとか入れたけど、今回は厳しいけど、できたら500位。そうすると3冊で、もう交換、あと1冊でいいのかな、超3凸は。2冊、5冊、5冊か。あと5冊いるから、あと4冊だね。だから1冊交換で済む。そして750位以内だと、交換が2冊で済むっていうことでね。どうなんだろうね。いやー、ミニがな、もうちょっと溜まるといいけど、まあまあまあ、でもいいか。という感じで、まあちょっと金貨アップ来たらね、またブーストかけて頑張っていきたいと思います。今日のフィーバーまでいけば、ミニがね、ミニ5枚溜まるんだな。はい、ということで、12日までやってるので、9、10、11、12。あと4回ミニか。20数枚ミニが溜まるんだけど、まあ、できたら2冊交換で済ましたいなっていう感じですかね。はい、ということで、じゃあ、特にないのかな。あ、でも、あとこれいいよね、これ。あ、もうこれも終わりなのかな。あ、これまだあるね。なんと、体力950回プレゼント。ということで、かなりやってますね。はい、じゃあ、ガシャ行きましょう。このジェントルメン犬とメイドの花子さんはね、2月9日13時59分って書いてあるんで、その後に出現率アップが来ると思うので、今日か。今日の2時以降にね、ガシャやりたいと思います。多分超アップ来ると思うんだよね。そして無料ガシャも今日で終わりか。いやー、でも今回、小生がすごい出たのでね、本当に。ありがたい。
珍しいね。まあ30何日間だったと思うんだけど、まあだいぶコンも、コン変形もできたしね。よかったです。じゃあ行きましょう。国取り込んで1回も落として。おー、いいね、カルパックン。さあ、マイルもね、昨日交換しちゃったけど、まだね、おかげでマイルもいっぱい溜まりましたね。このステップアップガシャもちょっとね、なかなかいいんだよね、中身が。いやー、すげえな、ステップアップガシャ。このね、正直、まあ今2020宝珠売ってるんで3000円でステップアップガシャ、これ1700無料宝珠があったらね全部回せるので3000円で、ただ小生確定じゃねえんだよなこれな。ただ3000円で S ランクをまあ1体確定2体確定であるんで、まあ3体3000円で3体は引けるっていうね、結構でも S ランクのね中身もいいので、まあ、個人的にはね、やれるもんならやりたいなっていう感じだけど、確定じゃねえんだよな、このピックアップね。ということで、結構いいんだよね。キラコマサンタもいるし、もちろん、ジバニャンサンタとかもいたしね。もうほとんど S ランクフェスガシャだよね。コマサンタもいるし、ククリ姫もいるし、乙姫も。もうフェスガシャだよね。ね。はい、ということで、大愚神、カタイもいるんだよな。カタイもいるし、スーさん。あ、スーさんあれか。いや、かなりいいよな。1480の1000宝珠以上ちょっといるけどね。はい。まあまああれですね。そしてね、結構コメントでも加工園ゲットしましたっていう声を聞くのでやりたいなと思います。17枚あるので10連17連10連やって単体7回引くかね。行きましょう。いやー、どうなんでしょう。で、ちょっとごめん、なんで調整あれになってんだろう。ちょっと待ち待ち、リセット、まあ花公園でしょ、総費がいいな俺は。そしてどれがいいんでしょう。小京ちゃん、まあでも大京ちゃん持ってるからな。孫権にしようかな。さあ行こう、頼むぜマジで。いけ、これ50連目、70連目。さあ頼む。あー、ダメだー、やっぱりダメかー、ダメなんやー。おっ、誰だろう、誰だろう。いやー、来ちゃった。誰、かっこいいだけピックアップしたかったな。どうしよう、頼むよ。そうきかー、花公園の夢はまた来年。私は総比。でも嬉しい、小生総比さんゲットですね。いやー、最終日来ましたよ。ということでゲットですね。いやー、確かね、私ね、ちょっとどうしよう、ソーヒーさん出ちゃったから7枚どうしようかな、7枚どうしよう。確かね、私今まで60連したのよ。で、小生
小生魂、そう、超雲さんの小生魂を1個変えたんだよね。だからこれで70連目でやっと出ましたね、小生。いやー、最終日おまけがあるのかも。どうなんでしょう。結構ね、コメントでね、いただいてたんだよね。さあ、じゃあ無料10連ガシャラストやりましょうか。いや、こんなのやってる場合じゃなかった？ラストダメだったな。あ、でもほんとコーン、マイルもね、いっぱいね、無料10連のおかげでたまったんでね、本当にありがとうございました、無料10連ね。いやー、行ったね、ちょっとごめん。いやー、ちょっとラスト引きたいな。あと7枚あるね。引けねえな。鬼キングなんて変えてる場合じゃなかったな。19連だな。マジ鬼キング変えてる場合じゃなかったけど、もういいや。ちょっとラストだからね、ちょっと行きましょう。もう一回引いちゃうっていうね。いや、なんかね、出る気がするんだよね。あ、しまった、ピックアップ変えるの忘れた。なんかもうね、かなり調子に乗ってるね。あー、調子に乗ったね。調子に乗るなよ、すぐ調子に乗るんだから。もう、まあ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 、夢を見ました。ピックアップって、これ当たったやつできるんだ、ピックアップ。へー、炭も選べんの。あ、選べるんだ。へー、そうなんだ。え、これピックアップどうなの。小生超にすればよかったじゃん、そしたら。ピックアップ1個にすると、あ、そういうことできないんだ。へー、ゾウヒさんでした。皆さんどうだったっすかね、最終日。コメントお待ちしております。小生ゾウヒさんは私のところに小生7体目ですね、7体目の小生で、取り付くが初めてですか。あ、違うな、中達もいるんで、いますね。いやー、ありがたい。今単体だから、小生ソーヒさんとコマミちゃんをセットしろってよく言われますよね。なのでカゴスキルね、ね、これいいじゃないですか。今日まで、あれもあるんで、ぜひね、豪傑アップもあるんで、ちょうどいいんじゃないですか。あの、なんだっけ、スコアタもね。うん、なので揚力高いので、いやー、いいじゃないですか。はい、取り付けはね、継承スキル誰にするかね、この辺はまた考えたいと思いますが、いやー、いやーしか言ってないな。レベルもね、上げてスコアタ、これで頑張りたいと思います。最後の10連ほんと余計だったな。豪傑、これでもね、継承スキルいろいろやっちゃったのでね、玉児がもうないんだよね。だから国取り頑張らなくっちゃって感じですけどね。はい、私今回無事修練、群馬市に修練できねえんだよな。はい、小生最後最終日にゲットできましたんでね、皆さんよろしければね、結構ね、過去に当たりましたっていう声を聞いたので、最後やってみたけど、最後の9連が余計でしたね。皆さんもね、ちょっとね、頭が働いてないんですけど、ぜひ最終挑戦してみてください。おまみちゃんにつけてやってみたいのと、スコアタでもね、ちょっとこいつ使って、うん、超混乱じわじわ打ち消しね、今後も役に立つんでしょうか。ちょっと
急いでね玉璽を仕入れないといけないけど、豪傑ダメージアップがあるんでね、やっぱりうまく使ってやりたいと思います。はい、じゃあすいません、今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、70連目でやっと来ましたね、ピックアップ。まあただピックアップなくなっちゃうんで、またね頑張りたいと思います。はい、じゃあそれではまた今日ね夕方ぐらいに多分ガシャまたやりますんで、またよろしければ見てください。はい、じゃあそれではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。回避が高い、揚力高い、そんな感じか。